五十一歲天王級男星福山雅治喺第十二屆他馬影畫獎中，憑住最後的情書同埋日間演奏會散場時獲封影帝，心情大靚嘅福山雅治上台攞獎時仲不忘發揮搞笑本色。<music> 実際手渡されるとこんんななに重いんだなと思ってですねこの重みを感じながら早速今夜晩酌するのを楽しみにしています10代の頃神木隆之介君がやってくれてまして神木君と僕とであのいただけた賞を作り上げた役柄だと思っておりますんで神木君にも何かおごります 音楽デビュー30周年ですけれども50になり30周年を迎えるともう少しこうなんていうんですかね楽な感じで仕事に取り込めたりとか余裕を持ってとかあの余裕の 気持ちでオファーを待ったりとかするものかなと思ってたんですがそうはやっぱりなってなくですねあの今後も貪欲に仕事をしていきたいと思いますので、えー、映画関係者の皆様も、えー、もしあの頭の片隅にあこれ福山がいいかなと思ったらですね、えー、事務所の方にお問い合わせください。よろししくお願いいたします 由於他麻影畫相每年都會選出兩套最佳電影，而最佳男女演員亦都會選出兩位得獎者。至於今年另一位影帝就係濱田岳，而影后就由水川麻美及缺席嘅長澤正美奪得。最佳電影分別係岩井俊二執導嘅《最後的情書》，以及已故導演大林宣言嘅作品《大林宣言電影寶藏盒》。 常盤貴子身為大林導演嘅愛像，呢日亦都有現身頒獎禮。